テイセウスとシニス。全490から480年頃のアッティカー赤い式のキュリクス。ミュンヘン、修立古代美術博物館所蔵。シニスはギリシア神話の人物である。別名ピテュオカムプテス。ポルペーモントシュレアーの子、あるいはポセイドーンの子。ペリグーネイの父で、メラニッポスの祖父。シニスは、怪力の盗賊で、コリントスのイストモス地況で、 旅人にひどい乱暴をした。シニスは、松の木を地面まで曲げ、松が元に戻らないように押さえさせ、跳ね飛ばして殺した。あるいは旅人と共に松を押さえている時に手を離し、跳ね飛ばして殺した。また、あるいは二本の松を曲げて、旅人の両足に縛り、旅人は二本の松が元に戻る時に引き裂かれた。テイセウスは、アテーナイに向かっている時に、ペリペーテースに次いで、 シニスを、それまで彼がしてきたのと同じ方法で殺した。シケリアのディオドロスも簡潔な言葉で、シニスをペリペーテースの次に退治したと述べている。なお、テイセウスはシニスを殺した後、彼の娘ペリグネとの間に一種メラニッポスを儲けたと伝えられている。ありがとうございます。